ございます。昭和15年完成の勝どき橋は、大変珍しい鹿の式跳ね橋になっております。当時は大型の汽船や帆船の往来が多く、船の通過のため、橋の真ん中が両側に開く仕組みになっております。別名、万歳橋などとも呼ばれ、人々の人気を集めておりましたが、交通量の増加のため、昭和45年以来、赤船橋となっております。やむを得ないことですが、もう一度両開きの雄大な姿を見てみたいものです。さて、この佃という地名は佃煮に由来しております。江戸時代、摂津の国、今でいう大阪の佃村の漁師たちがこの地へ移住してまいりました。その漁師たちが作る魚介類を煮込んだ携帯保存食が佃煮の発祥なのです。そしてこの辺りの右手は佃島と呼ばれる漁師たち。県としても何年か肉体の肉が面を構えております。鹿橋は播磨重工業の跡地を利用し、高層マンションを中心に学校や公園、川沿いの遊歩道などが作られ、現在では都心に近く住み心地の良い町として高い人気を集めています。今は永代橋でございます。元禄15年、およそ300年前、赤穂浪士たちが吉良討ち入りの後、この橋を渡り、高輪泉岳寺へ向かったと言われております。